だからこの右足を止めればいい。わかる。だからまずトリプルスレッドと一緒でこうやってしゃがみます。いい。でそのしゃがんだ時にケイシの右足伸びたとこが自分の体の中心に来るよ。意味わかる？こっから伸びるよね。それがコーチの中心でしょ、体。で、そこから足はケイシが右利きだから右足出してるよね。その時は左足をちょっと前に出す。左足のかかとまっすぐ伸ばした時に右足のつま先につける。こういうこと。そう。いい。で、これが正しい位置ね。分かった。足の位置と体の位置で、こっからケースとコーチの距離、この正しい距離は左手をこうやって90度ぐらいこうやって力抜いて、そう曲げるよね。曲げた時にボールがしっかり触れる位置、これが正しい。で、ここからどうやって動くかっていうと、右行くときは、ここから右足を先に出す。右足出したら、出した分だけ左足を動かす。みんなやっちゃうのは、先に左足動かしたらダメだよ。足変なになっちゃうから。右行くときは右足から出す。左行くときは左から出す。OK。じゃあ、まず基本姿勢とってみよう。ボールいらない。広がって。はい、じゃあまず、肩幅、しゃがむ。で、左足。もうちょっと前にな。さっきのね。そしたら左手90度曲げて、触れる。で、右手は、こういう大きいボールを持ってるイメージ。このまま。丸くね。で、ここから右に移動するときは右足先出して、右出して左、右左 OK。 じゃあまず構えて、コーチが笛吹いたらこのまま一回だけ右に横にね足を出してみる。 OK。 はい、じゃあ構えて、左足ちょっと前、そう、この延長が自分のつま先、そうで、手はそう、で、ちゃんと自分で一番バランス取ってね、体で。これは踏ん張れないし、そう見たね、見てあげた。はい、もうちょい足で、もうちょい、はい、もっと落として落として左足のつま先を伸ばしたら、左足もっと前に、このかかとの伸ばしたところに右足のつま
まさきるの大事ですよ。そう、もうちょいね、体を起こしてこう、こうなっちゃうと頭がぶつかっちゃうから。そうそう、はい、はい、今日は右一歩ね、上吹いたら右足ちっちゃく出して、出した分だけ左足で、また同じ今やってるポーズに戻ってよ。 OK、 あ、今左移動したよね。右ね、右だよ、こっちね。いくよ。ボール気をつけてね。